ラベルオテロ・カロリーナ・オテロは、ラベルオテロの名で活躍した、スペイン生まれのダンサー、俳優、大焼けめかけ。ガリシア州のポンテベドラで、アグスティナ・オテロ・イグレシアスの名前で生まれた。成果は貧困にあえぎ、不安定な生活をしていた。子供のうちに、彼女はサンティアゴでコンポステイラへ、使用人として奉公に出された。10歳で、彼女は性的暴行を受けて、 子供の産めない体となった。そして14歳になると交際していた男と出本し、リスボンで歌手兼ダンサーとして働き出した。1888年、バルセロナでスポンサーを見つけたカロリーナは、フランスで彼女をダンサーとして売り出そうとする彼に連れられて、マルセイユへやってきた。彼女はすぐにスポンサーと手を切り、ラベルオテロというアンダルシア生まれのジップシーという触れ込みで売り出した。 彼女はパリでホリーベルジェールのスターに踊り出た。数年もしないうちにカロリーナはヨーロッパ全土で引っ張りだこの女性となった。彼女は懸命にも財力があり権力がある男性ばかりを注意深く選んで自分の恋人にした。彼女と関係を持ったのはモナコ大公アルベール1世、イギリス王エドワード7世、セルビア王ミラン、スペイン王アルフォンソ13世、 ロシア帝国のピョートル大公とニコライ大公の兄弟、そしてウェストミンスター公爵と、作家ガブリエーレ・ダンヌンツヨであった。彼女のジョージは、彼女の名声を悪名高いものにし、他の多くの女性たちから嫉妬された。ラベル・オテロ、1905年頃、オテロとの恋が終わると自殺を図った男が六人いた。二人の男たちが彼女をめぐって決闘した。オテロは、愛嬌があり、自信に満ち、 知的で魅力的な死体の持ち主だった。特に彼女の肉感的な胸は称賛の的だった。彼女の有名な衣装の一つに彼女のチブサを部分的にくっつけた宝石で覆うというものがあった。また、1912年にカンヌに立ったホテルカールトンの二つの丸屋根の塔はオテロのチブサを模したと言われた。第一次世界大戦後、カロリーナは引退し、 米ドルで1500万ドルの資産価値があるという建物と資産を購入した。彼女は大変な幸運の持ち主で2500万ドルとも言われる資産を貯め込んでいたという。しかし彼女は豪奢な生活を楽しみ、しばしばモンテカルロのカジノを訪れるなどして残りの財産をたちまち掛けごとで失っていった。彼女はだんだんと貧困状態に陥り、1965年に ニースで亡くなった。ありがとうございます。